皆さんこんにちは、福田凛ですと、ヤッホーム何よこれ今のマネージャーは私ヤッホーム、そんなんじゃない、そんなんじゃないよ。店長です、よろしくお願いします。なんか今日 MJ してきたらこのゴキブリみたいな感じ。ゴキブリでもさっきさ、なんかさ、ちょっとハエみたいで可愛いねみたいな。でもハエって可愛いかなって思った。そうそうそう、テカテカしてるからね、やっぱり、ね、確かにそう、それ妄想させる。でも可愛い、こんな感じ。これ可愛いよね、でもね、うん、可愛い、結構可愛い感じで。そう、てかこれさ、モニター見たのに私さ、すげえ黒くね、盛り上げたよね。あ、マジで、ほらほらほら、あ、焼けたわ。見て、え、海外めっちゃ行って、うん、だってそうだよね、うん、すごい、もうさ、もう本当にインスタ見たらもうバカンス的なことめっちゃした。あ、そう、バカンス的なことしてた、うん、でもそのせいで真っ黒、ね、そう、ただのさ、ギャルだよね。めっちゃ一昔、なんか一昔前のギャルっぽくない？確かに、なんで髪の毛も明るいし。あ、そう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 、じゃ、なんか前までエイミちゃんぐらいの暗めの色だったじゃん。確かに、でしょ。そう、だけど、そうだよね、肌黒くて、うん、なんか髪の毛も暗いと、うんうん、逆になんか、なんつうんだろう、うんうん、垢抜けないっていうか。あー、だから明るくしたんだよね。あー、なるほどね、うん、とりあえずさ、お酒飲みながらちょっといろいろ海外のこと聞きたいなと思って。なんもねえよ、海外なんもないよ、言うてちょっといろいろ、ちょっと乾杯、乾杯しよう、とりあえず乾杯しよう。え、何を聞きたいの？まあ、海外結構行ってるやん。うん、まあ、セフレとかできたかなみたいな。セフレは、うん、今まではいたけど、うん、今はもうないね。うん、海外だって知ってるでしょ。だって普通に知ったでしょ。知ってない、電話持ってってるもん私。電話だけじゃ足りないでしょ。だってなんかあったでしょ、絶対。ないの？な、いやいや、何回行ってるの？本当にないの？どこ見たの？だって海外に2週間。2週間、うん、いやでももっとほら前のやつとか。あ、前のやつは4回過ぎたけど。あ、うん、逆にさ、どんだけ私はさ、うん、セックス大好きマンだと思ってるの？え、じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、うん、いつも私に聞いてくんじゃん、うん、逆にどうなん私、うん、セフレは？セフレはいない。またまた、セフレってだって怖いやん、そのなんか。え、でしょ？と同じよ。あ、そっか、そう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 、確かに。でしょ、最近私ちゃんと好きな人できて。おお、うん、いや、めでたい、めでたいっていう感じ。え、なんかどういう男性とかはいい？え、なんか山みたいな人。山みたいな人。なになに、山みたいな、山みたいな、山みたい、ちょっと待って、山みたいな人どういうことだ。え、そう、山みたいな、山みたいな人、誠実で、うん、ちゃんとしてて、うん、常識があって、なんかめっちゃ幸せるとか。だからよくなんか私のことを好きになったねみたいな。これさ、私相談なんだけどさ。何？え、なんかこういうのってさ、うん、なんか自分ってさ、職業的にさ、うん、なんかそういうのって YouTuber さんってさ、うん、好き気できましたとかさ、うん、彼氏できました、好きな人がいますとかさ、うん、彼氏に振られましたみたいな動画出すやん、うん、だけど、うん、なんか私の職業の場合って分かるよ、分かんない。ちなみに私がエイミちゃんの立場だったら、うん、私は言わないかも。で、それなんでかって言ったら、やっぱ夢を売る仕事じゃん、ね、だからそういうことを言ったらフィルターが一枚かかると思うんだよね。そう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 、そう、だから私はエイミちゃんの立場だったら言わないかも、うん、そうね。だけど分かんない、男の人って寝取られとか好きじゃん、うん、寝取られとか好きじゃん。だからさ、ある意味興奮するんじゃないの？あー、あ、彼氏がいるのにこんなことをしてるエイミみたいな感じで。な、舐めてるのもしかしたら。ね、そういうのあれもしかしたら、私だったら言わないかな。いや、じゃあ好きな人がそういうとか、週どんぐらいしたいとかはある？理想。え、私全然鉄マンだから。あ、鉄マンなんだ。鉄マン、鉄マン。あ、そうなんだ。そうそう、毎日全然できるからね。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあしたい派？したい派？うわ、ただ、うん、仕事がやっぱ私、なんか、うん、いっぱいあるから、うん、睡眠がやっぱ、うん、あ、そう、三大欲求ってさ、うん、性欲、睡眠欲、食欲じゃん。あ、そうだね。一番目どれ？一番目は、あ、せーのでいいよ。せーの、睡眠欲でしょ。だね、やっぱ睡眠じゃん。だね、睡眠がマジで欠けてる時とかは、うん、性欲すら湧かないから。あー、寝かしてる時になるから。わかるわかる。忙しい時は無理だった、私は。誘われたらする。でも誘われたことはだよ。いやー、誘われたらやる。あ、やる、うん。でも、わかる。それはわかるでしょ。それはわかる。なんか、その自分がやっぱ、じゃあ誘った時に断れたらめっちゃ傷つくやん。私は傷つかないじゃん、全然。あ、本当に？私、まずどうでもいいの。あ、じゃあリベンジできるんだ。そう、全然リベンジできる。うん、じゃあ今日乗り気じゃないの、分かった。じゃあオナニーしてくれ、バーンみたいな。切り替え大事だから。そう。だって、オナニーってさ、だってさ、天地のさ、うん、バイブさ、バスルームのとこにあるやん。あ、なるなる。すごい、なんであそこで やりたいと思うの？塩吹くから。あー、そういうことか。塩吹く
から、だから別にベッドの上でもいいんだよ。だけど、はいはい、後処理が大変じゃん。はい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 、はい、あ、すごいね、もう普通にやってて塩を吹いてしまう。そうだね、電話で、うん、すごいね。むしろオナニーするときは塩吹かないと私はフィニッシュじゃないと思う。あ、そうなの、うん、あ、すごいね、そういう感じだよ。ストイックだね、何事も気合入ってんね。気合入ってんね。変わってない？変わってます。私これも最近これあったことなんですけど、何 TikTok とかでたまにこの人がじゃあもしもキャバ嬢だったらどのぐらい儲かりますかみたいな、うん、そういうアカウントやってる人がいて、でたまたま私が流れてきて、深田由美がそのなんかキャバ嬢だったらなんか売れますかみたいな、いやこの人は売れないですねみたいな、この人はなんかそのコミュニケーション能力がなんかちょっと楽しいからなんかお客さんの間のなんか気持ちはみたいな。これさ、使えんの話だよね。ただの愚痴だよ。でもじゃあ、エミさん別にコミュニケーション能力はそんなないと思うけど、でもそれと変わったらそれと変わったら、でも私天地部とちょっと似てると思うんです。我が道タイプというか、我が道を行くみたいな。あ、でも一人行動みたいな。あ、そうそう、一人行動が好きみたいな。なんか私も一人行動が好きなの。そうね。あ、執着なさそう、物事に。あ、ないかも。ないよね。ないないない。だから、うん、なんかそう、行きづらい。群れがない。あ、そうそうそう、群れがこのまま行きづらいんだけど行きやすそう。ああ、でもそうか。そう、行きづらいけどそれを分かってるから、それの改善策を自分で分かってるから行きやすそうっていうのは思う。え、待って、ってことは私も変わってるってこと？うん。変わってる。マジで？でもなんかこう、でも我が道を行くタイプってあんま周りにいない。いないいない。なんかそのさ、私結構さ、その過去からずっとやっぱ男性に囲まれてこう、男性とかその仕事的に。だ、本当にその学生時代もそんなになんかその女性団体ってことがあんまなくて、だその女性の会話っていうのがあんま分かんなくてさ、人にも興味ないでしょ、ぶっちゃけ。そんなに他人とかどうでもよくない？だから興味持てる人っていなくない？え、そうだよね。そうそうそう、そこちょっとそうだ、だよね、分かる分かる。話したくて、それだったら一人でいた方が楽だなみたいな思っちゃう。多分なんかうちらタイプ的には一緒で、えんいちゃんは内向型、私は外向型だと思う。外向型ね。はい、こんな感じでちょっとあのもう酔っ払ったんじゃん、落ち込んでんじゃん。いや、もう TikTok から落ち込んでるよ。ありがとうございました。あとありがとうございました。あー、面白い。あー、終わり。冒頭の挨拶のテンションどこ行ったの？私のプロデュースした M プロテインが絶賛発売中です。シェイカーが不要で1日分の鉄と亜鉛が入ってます。運動してない人とかでも全然あの飲んで OK なので、一緒に飲んで私と綺麗になりましょう。詳しくは概要欄の方に貼っておきます。